今私たちは何が正解だかわからない時代を生きています。その中ではこれまでに経験したことのない危機に直面することがあります。その時必ず私たちの前には2つの道が現れます。短期的な成功や一発逆転を狙う道と、自分たちの強さをもたらした本質像に立ち戻る道です。13年前、赤字転落やリコール問題という会社存亡の危機に際し、私は後者を選びました。これはものすごく時間がかかり、すぐに評価されるものではない道です。むしろ短期思考の人たちからバッシングを受けます。この13年間、皆さんと一緒に茨の道を進む中で、本社よりも地域、会議室ではなく現場、肩書きではなく役割、決裁ではなく相談、説得ではなく共感、仲間と一緒に挑戦し、一緒に失敗し、一緒に改善をしていく、みんなで努力をして、そんなトヨタを作ってまいりたいと思います。